謎に包まれた昔の女性の生理事情。ほとんどの女性が経験することになる生理。一度初潮を迎えると、その後数十年にわたり付き合っていかなければいけません。現在ではナプキン、タンポン、月経カップなど生理を処理する多様な方法がありますが、江戸時代や明治時代にはもちろんそういった道具はありません。では昔の女性はどのように対処していたのでしょうか。現代の私たちには想像できない苦労があったのです。今回は女性の生理の歴史について深掘りしていきましょう。この動画が興味深いと思われたらチャンネル登録をお願いします。日本の生理用品の始まりとは。日本で生理用品が使われた記録が残っているのは平安時代からで、それ以前の時代を生きた女性たちがどのように生理期間を過ごしていたかについては謎に包まれています。おそらく枯葉や砂、灰などに経血を吸収させていたのではないかと推測されていますが、経血漏れの心配がいつもつきまといそうな手段ですね。現代を生きる私たちからすると想像しがたい方法ですが、海外では未だ生理用品がない地域もあります。そのような場所で生きる女性は、今でも平安時代以前の日本で使われていたようなものを用いて生理を処理しているというから驚きです。平安時代頃になると布製の生理用品が登場します。984年に平安時代の医師丹波の康頼が著述した日本最古の医学書医心法に当時の生理用品について記されており、その記録によると月帯と書いて汚れ布と読むものが広く使われていたとのこと。さらにその布と体の間に経血を吸収するための当て布を挟んで使用していました。布をタンポンのように詰めたりすることもあったようですが、経血を吸収するための布は麻やクズなどの食物繊維で作られた布の端切れであることがほとんどでした。真綿などを使える場合もあったようですが、それは位の高い女性のみ。身分により生理用品の質にかなりの差があったのは時代柄仕方ないとも考えられますが、当時の大半の女性が生理期間いかに過ごし辛かったかは想像に難くないことでしょう。日本では長い間生理は不浄なものとして扱われ、公的にタブー視されていました。1970年代という最近まで日本各地には生理中の女性を隔離するための月経小屋が点在していたというのですから驚きです。その価値観は生理用品が使われ出した平安時代の頃からすでに確立しており、およそ1000年もの間続いたことになります。日本で生理について最も古い記述がされているのは古事記ですが、その中では大和尊の命が生理中の姫と性交している様子が書かれているので、古事記が著述された712年時点では生理をタブー視する慣習がなかったことが見て取れます。しかし平安時代になると、中国に倣い施行された貞観式や延喜式の中で生理による血の汚れが制度化され、女性はもちろん生理中、出産後にあたる妻を持つ夫も宮中に立ち入ってはいけないという決まりが定められたのです。日本は世界と比べると生理用品の開発が遅かった部類に入るのですが、その原因はこういった生理への強いタブー視が原因だとも考えられているようです。手作りナプキンが普通だった江戸時代。江戸時代に入ると端切れの布の他に浅草紙という紙も使われるようになりました。それらの消耗品を局部に当てたり丸めてタンポンのように詰めたりして、ふんどしのような布で上から固定して生理期間を過ごす女性が多かったようです。いわば手作りナプキンといったところでしょうか。
浅草髪というのは、現代でいう再生紙に値します。女性の生理用品として広く使われていたほか、値段も安かったため、庶民の間ではトイレットペーパーとしても使われていました。薄い紙やボロ布などで生理期間中を乗り切っていた江戸時代の女性たちですが、そんなもので経血を吸収しきれるのだろうかと疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。特に現代は経血の量が多いことで頭を悩ます女性も少なくありません。ではなぜ江戸時代の女性たちがこの処理方法で済んでいたのかというと、当時の女性は膣の力で生理の血液を漏らさず貯めることができたそうなのです。これは江戸時代以降にも言えることなのですが、今のように洋服ではなく和服が主流だった時代の女性は常に着物を着てすり足のような歩き方をしていたことで、股間周りの筋肉が発達していました。膣を締め付ける力も強かったので、自分の意思で膣を締め経血を貯めておき、用を足せるときに尿と一緒に一気に排出するといったことも可能だったのです。また、当時の多くの女性は出血そのものが現代人に比べて非常に少なかったという理由もあります。生理痛に悩まされるという人も滅多にいなかったそうです。現代を生きる女性たちにとっては羨ましいかもしれませんね。貴族を除き、多くの女性が繊維が荒く肌触りがいいとは言えない生理用品を使用せざるを得なかった平安時代に比べ、一般の女性たちもやっと紙を使うことができるようになり、生理期間を衛生的に過ごせるようになってきました。しかし、それはあくまで都市部に住む女性たちの話。都市部と地方でまだ格差があった江戸時代、特に農村部に住まう人々にとって紙そのものが貴重品でした。たとえ安価である浅草紙であっても、生理やトイレットペーパーなど消耗品として使うなどもってのほか。ではそんな農村部の女性たちは生理期間中どうしていたのかというと、田舎に自生している植物などの天然素材の力を借りていたようです。綿やすすきの穂など柔らかいものをナプキン代わりに当てたり、タンポンのように膣に挿入したりと、人によって対処方法は様々でしたが、中には垂れ流しにする女性もいたとか。そのまま垂れ流しとは驚きですが、当時の女性は経血量そのものが少なかったので、たとえ垂れ流しでもさっと拭けば処理が済む程度で気にならなかったのかもしれませんね。また農村部では平安時代から続く血を不浄とみなす価値観が色濃く受け継がれていたので、生理期間中は家族と接さないように離れなどで隔離生活を強いられることもありました。国産生理用品の登場。明治時代の生理事情については、明治21年に発行された婦人衛生会雑誌第1号に詳しく書かれていました。その中では、月経時に用いる婦片は必ず新鮮清潔の布にて作るべし、もし古布を用いるならば必ず1回洗濯したものを用いるべしとあり、この時には生理時の衛生管理が重視され始めたことがわかります。しかし明治初期の一般庶民は、そのほとんどが江戸時代と同じく手ぬぐいで T 字型の生理体を手作りし、浅草紙や布の端切れを局部に当てて経血を処理していました。その状況が変わり始めたのが明治19年です。脱脂綿が日本薬局法に指定され、もともと傷の手当て用として販売されていたのですが、濃尾大地震をきっかけに体液吸収に効果がある医薬品として認識されるようになり、一般庶民の間では経血処理用として浅草紙などに代わって使われ始めました。脱脂綿を用いる女性の大半はタンポンのように膣内に挿入していたのですが、
その使い方が衛生的に問題視されます。政府が富国強兵を進めていた当時、その土台となる健康で優秀な子供を産むべき女性には、感染症などにかからないよう、生理の時も清潔でいてもらわなければならなかったのです。そこで上流階級の女性へ向けて、明治34年に日本初となる月経帯が発売されます。しかし、日雇い労働者の日給と同じくらいの高価格であった月経帯は、労働階級の女性たちにはとても手の届かない代物でした。そういった女性たちはまだ脱脂綿の詰め物で対処しなければならず、女工の共同浴場の洗い場に使用済み脱脂綿の玉がいくつも転がっていたなんてことも少なくなかったようです。明治末期、アメリカでビクトリア月経帯が発売します。日本でも輸入販売されていましたが、大正3年に日本製のビクトリア月経帯が登場しました。現在では防水機能のあるサニタリーショーツが当然のように使われていますが、そのような月経帯を作る場合に必要な薄ゴムが大正初期までは輸入頼りでした。しかし、自社で薄ゴムを開発できる企業が登場したことで、そういったボトルネックも解消され、国産ビクトリア月経帯発売までこぎつけたのです。履き心地も快適で、価格も輸入品の半値ほどであったことから、当時としては画期的な商品でしたが、意外にもなかなか売れませんでした。そこでターゲットを女学生に設定し、女学校や保護者向けの広告活動を積極的に行うことで販路を拡大し、ビクトリア月経帯は人気を集めていきました。この成功を受け、大正から昭和初期にかけ、様々なメーカーから月経帯が発売されましたが、ビクトリア月経帯は長い間、多くの女性から愛されることとなります。こうしてビクトリア月経帯が普及したものの、昭和に入り戦争が始まると物資の生産・流通が統制されるようになり、月経帯の生産に必要な脱脂綿なども規制対象となりました。そのため当時の女性たちは塵紙での経血処理を余儀なくされます。脱脂綿の代用品として紙綿という商品も開発されたものの、それさえも原材料不足で流通が滞っていたようです。また戦争のストレスや栄養不足などが原因で戦時性無月経という症状にかかり、生理が止まってしまう女性も少なくありませんでした。終戦すると物資規制が段階的に解除され始め、ここから生理用品が再び普及していきます。股の部分にゴムが貼ってあるゴム引きパンツで脱脂綿を抑えるという経血処理法が普及したものの、これでは心もとなく皮膚がかぶれるなどの欠点がありました。そんな中、1961年に発売されたアンネナプキンが生理用品界に大きな変化を起こしました。今の生理用ナプキンにかなり近いもので、脱脂綿の5倍以上の吸収力を誇り、使用後はトイレにも流すことができました。このアンネナプキンは爆発的にヒットして、日本人女性の標準的な経血処理法となりました。現在広く使われる生理用ナプキンの元祖とも言えますね。こうして生理の歴史を一通り見て驚くのは、時代の動きに大きく影響され、時には苦境を強いられながらも、その都度適応してきた女性たちの柔軟さではないでしょうか。もし彼女たちが現代の様々な生理用品を目の当たりにしたら、一体どんな反応をするのか少し見てみたいとも思ってしまいますね。この動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。